皆さん、乾杯。
いボールを入れてきました。ヘディングは菅沼、こぼれ球、先制ゴール、ガンバ大阪、最初のセットプレーで点を取りました。移籍してきた渡辺一馬、ホームデビューで先制ゴールをサポーターの目の前で決めました。いやー、本当に菅沼選手ですよね、これ勝ち切ったのは、ね、ここよく勝ちましたね、家永とのマッチアップでしたが、でその後やはりストライカーらしく、はい、ボールを抑え込みながらのいいシュートを打ったと思いますね。Yeah!